疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、昨日の夜ね、まっちゃんと B さん、B さんね、まだ帰ってないんですよ。その亡くなった社長の娘さんがちょっと落ち着くまでいつでも行けるようにとね、東京でずっといてるんですよ。それで昨日の夜、まっちゃんと B さんと直樹と自分とね、4人で B さんの知り合いがやってる店、まあオーナーが知り合いなんですね、 B さんの串焼き屋の店行ったんですよ、4人で。そしたらね、予約席でいっぱいだったんですよ。自分らも予約しちゃったんですけどね。それで自分らが角っこのね席に座ったんですよ、4人で。そしたら中国人の団体がいっぱい入ってきたんですよ。お客さんのね8割が中国人。お店満タンになったんですけど、 80% 中国人の団体なんですよ。それでビールを頼んだんですよ、自分らがね。そしたら1杯目はスムーズに運ばれてきたんですよ。それで注文、いろんなもん注文したんですよ。まあいろんな串とかね、あと漬け盛りとか、まあいろんなものを注文したんですよ。そしたらなかなか来ないんですよ、何も来ないんですよ。突き出しの味付いたキャベツが来ただけなんですよ。それで待てど暮らせど来ないんですよ、食べ物がね。それでビール飲み干してみんなおかわりしたんですよ。でもね、10分15分待っても来ないわけなんですよ、ビールが。それで B さんがすいませんと、ビールおかわりしてるんだけどどうなってるって聞いたんですよ。そしたら、あ、順番にやってるんでもうしばらく待ってくださいって言ってね、まあこんな風に言われて、それから5分か10分ぐらいして、まあおかわりのビールが来たんですよ。それを飲み干しても何も出てこないんですよ、食べ物が。それで食べ物まだってまあ自分が聞いたんですよ、従業員の女の子にね。そしたら順番でやってるんでしばらく待ってくださいみたいな感じなんですよ。決して愛想よく言われてる感じはないんですよ。でも B さんの知り合いの店だから我慢しようと。それでドリンクまたおかわり言ったんですよ、みんなね。それもまた遅いんですよ、焼酎とかハイボールとか、まあ頼んだんですよ、みんな飲みたいやつをね。それを飲み干しても出てこないんですよ、まだ何も。それで食べ物ちゃんとオーダー通ってると、もう一回自分が聞いたんですよ。そしたら、さっきも言ったように順番でやってますと、しばらく待ってくださいって、まあこういう言い方されたんですよ。それで B さんが、いや順番でやってるって一番最初に入った客だよと、自分らがねこの店に一番最初に入ったと、それなのになんで出てこないんやと。だから中国人を優先にしてるような感じなんですよ。中国人は提供されてるんですよ、食べ物も串も届いてるんですよ。でも自分らのところにはキャベツしか来てないんですよ、継ぎ出しの。それとね、中国人がめちゃめちゃうるさいんですよ。めちゃめちゃでかい声でね、中国語でめっちゃ喋るんですよ。だから自分らの会話がねできないんですよ、もううるさすぎて、ガヤ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 ね大きい声で喋るから。それでまっちゃんも、いやーさすがにこれはしんどいよなと。そしたらね、隣のね席の中国人、まあ、6人席だったんですよ、隣ね。その席の食べた料理、それをね自分らのテーブルにポンと置きよったんですよ、食べ終わった皿をね。それでまっちゃんが一番その中国人に近い席に座ってたんですよ、向かいが直樹なんですよ、まっちゃんの向かいがね。それで直樹が、なんやねんこれと、お前どこに置いとんねんこれって言ってね、直樹がこう怒ったんですよ、まっちゃんの前に置いたからね。でも日本語通じないんですよ、全く。でもそれを置いたことに怒ってるのは分かってるんですよ、だから手を上げてそれをすぐ下げたんですよ、ごめんごめんみたいな感じですよ。悪気があったのかなかったのか分かんないんですよ。でもそれで一気にもう出ようかと、もう店変えようかと、まあそういう空気になったんですよ。それで B さんもごめんなと、変なとこ連れてきたなと、ごめんごめんって言って、それでお会計してくれと、もう帰ると、それで料理すべてキャンセルしてくれと、まあそういうふうに言ったんですよ、 B さんがね。そしたらね、料理のキャンセルはできませんと、
もう厨房の上に乗ってるんでキャンセルできませんと、まあそんな風に言われたんですよ。それでじゃあわかりましたと、後で取りに来るんでタッパに包んで置いといてくださいと、そういう風に B さんが言ったんですよ。そしたらうちそういうことやってませんと、やってないんですよねと、だからそのまま残って食べてもらうか、そうか廃棄してくださいと、まあそんなことを言ってきたんですよ。それで B さんもイラ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 したと思います。でも知り合いの店だから偉そうにも言えないしね、我慢してたんですよ。それでちょっと考えて、じゃあわかりましたと、じゃあお会計してくださいって、まあこう言ったんですよ。そしたらね、お会計が3万1000円来たんですよ。それでなんで3万1000円もするんやと、まっちゃんがね怒り出して、おかしいやろと、注文は確かにしてると、それをちゃんと払えば3万1000円になるんかもわからんと、ドリンクも飲んでるしね、でもまだその調理にかかってない食べ物もあるやろと、それはキャンセルでいいん違うんかと、キャンセル扱いしてくれたらいいやろと、調理しないねんからちょっとね、こうまっちゃんが言ったんですよ。そしたらもう B さんが、いやもうまっちゃん大丈夫だからつって、俺が払うからつって、いいよいいよって、気持ちは嬉しいけどもういいからと、まあ、そういう風に言って B さんが3万1000円払ったんですよ。そしたらね、その厨房に入ってる人間、わざわざその人間がね、バケツ持ってね、その自分らが頼んだ串ね、まだ焼く前の串、そのね、バケツの中にバーン入れて廃棄しましたからって言ってね、わざわざ言いに来るんですよ。もう気分悪くてね、それでも自分ら出たんですよ、店誰も言わずにね、 B さんの知り合いの店やから。それで B さんが外に出てね、すぐその店のオーナーに電話かけたんですよ。今店行ったと、そしたらこうであーでと説明しだしたんですよ。そしたらその店っていうのはね、歩合制なんですよ。いくら上がったら何十パーセントとかね、そういう歩合でみんな働いてるんですよ。そのトップの人間が何十パーセント受け取って、そっからそのアルバイトとかね、他の従業員に配当するみたいな、そういうやり方をしてる店なんですよ。それで中国サイト、中国の旅行サイトか何かに広告出してるんですよ、そのお店がね。それで中国人の観光客から予約が入るんですよ、その店に。だからね、その店の任されてる人間、その店で働いてるトップの人間ですね、その人間は歩合やからね、日本人の客より金の落とす中国人の方がいいんですよ。中国人を大事にしてる店なんですよ。中国の観光客をね、大事にしてるんですよ。それでその B さんの知り合いのオーナーね、オーナーがお金返すと、まあそういうふうに B さんには言ってきたんですけど、まあ B さんはいやもうお金なんか返してくれなくていいと、いらないと、でも恥はかいたと、知り合いに美味しいから行こうと誘って行って大恥かいたわと、まあそう言ってね、電話切ったんですよ。もうその社長とは切れてもいいと、そのオーナーとね、切れてもいいと、そう思って B さんは電話入れてるんですよ、自分らの前からね。さすがに自分らに恥ずかしいと思ったと思います。それで自分らにも悪かったなと、気分悪くしたやろと、ごめんなと、まあそういう風に謝ってくれてましたけど、それで次どの店へ行くってなったんですよ。そしたらね、まっちゃんがいないんですよ。それで直樹が、うわ、もしかしたら兄貴さっきの店行ったん違うかと腹立ってね、それで直樹が慌ててその元の店に戻ったんですよ。それで自分らも行ったんですよ。そしたらやっぱりまっちゃんがね、その店に戻ってるわけなんですよ。それでお前ええ加減にさらせよこら言うて始まってるんですよ、行ったら。それで直樹がもう兄貴やめましょうと、 B さんの知り合いの店やし、もう兄貴も行きましょう行きましょうって言ってね、こうまっちゃんを抱きかかえて表に出そうとしたんですよ。そしたらまっちゃんが、直樹離せと、これはあかんと、これは俺に言わせてくれと、お前なんと中国人の客がそんなに大事だったら表に日本人お断りって書けと、今すぐ書けって言ってね、言い出したわけなんですよ。それで直樹はもう兄貴相手にしてもしょうがないからやめましょうと、まあ、そういうふうに言ったんですけど、まっちゃんがあかんと、
こいつは日本人をバカにしてると、ここは日本やと、こんなやつがおるから中国人が日本人をバカにするんやと、あかんと書けっつってね、まあ言うわけなんですよ。でも書かないんですよ、もちろんね、そんなこと書かないんですよ。それですいませんでしたと、申し訳ありませんでしたと、まあその店長らしき人間ね、その人間が頭下げて、それでも B さんも、もうまちゃんいいよいいよと、もう行こう行こうと、それで自分もまちゃんも一緒やからと、もう言っても一緒やから行こう行こうっちで、もうまちゃんをね店から連れ出したんですよ。それでね、次何食べに行こうと、どこ行こうってなったんですよ。そしたらまちゃんがイタリアン行こうと、イタリアン食いたいと、ワイン飲みたいんやとかね言い出したんですよ。そしたらそのねお店の並びにあったんですよ、イタリアンの店がね。じゃあそこ行こうよと、初めて行く店なんですよ。金額がいくらとか何がいくらとかわかんないんですよ。それで自分が店に入るときにね、まっちゃんいただきますと冗談で言ったんですよ。そしたら直樹も兄貴いただきますと、で B さんもまっちゃんいただきますって、まあこういう風になったんですよ。そしたらまっちゃんも値段がわからないから、なんで俺やねんと、みんなで割り勘したらええやんけと、まあそういう風に言い出したから、何言うてんのと、まっちゃんがイタリアン食べたいって言ったんやろと、そらまっちゃんみんなにご馳走せなあかんって言ってね、冗談で言ったんですよ。そしたらまっちゃんがねムキになって、いやそれはおかしいと、勝負しようと、ポンちゃんと俺と勝負しようってね言い出して、さっきは B さんが出してくれてるから、それで直樹に出さすわけにはいかないからね、ポンちゃんと俺と勝負やんって言って、で何の勝負やねんと、どういう勝負するんやと、そういうふうに言ったらね、ツイッターのいいね勝負しようと、どっちがいいねが多いか勝負しようと、ラストオーダーまでどっちがいいねが多いか勝負しようと、それで負けた方が支払いしようと、まあこうなったんですよ。それで自分ツイッターに入れなかったんですよ、 X ですか、入れなかったんですよ。そしたら直樹がちょっと貸してみてくださいって言って自分の携帯を取ったんですよ。それで X の画面を消したら入れたんですよ。それで注文してね、写真撮って X を投稿したんですよ。まっちゃんが文字を入れてね、その20分後にまっちゃんの X を投稿したんですよ。同じような内容でね、まっちゃんが自分で文字入れて同じような内容にして投稿したんですよ。その20分っていうのはまっちゃんにハンディをもらったんですよ。自分はもう長く X 触ってないんですよ。まっちゃんは最近ねよく投稿してるんですよ。だからまっちゃんにハンディくれと、そしたらいいよということで20分もらったんですよ。でもあの男ね20分待たずに投稿してるんですけどね、でも自分が勝ったんですよ、勝てたんですよ。40いいねぐらい差あげて自分が勝ったんですよ。めちゃめちゃ悔しがってましたからね、まっちゃん、なんでやねんと、なんで負けやなあかんねんって言って、そのお金を払うのがどうのこうのとかじゃなくてね、負けたことにね悔しがってるんですよ。自分もねまっちゃんの負けてるその姿を見れたのがめちゃめちゃ嬉しいんですよ、楽しいんですよ。それでまっちゃんが2万3000円ぐらいですかね払ってました。文句ばっかり言いながら、ブツ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 言いながら払ってました。はい、あの X されてる方、いいねしてくれた方、ありがとうございました。勝ててめちゃめちゃ嬉しいです。はい、まっちゃんは負けてめちゃめちゃ悔しがってました。はい、また X で勝負する日があると思いますが、投稿が被っているときはまっちゃんにいいねはしないでください。はい、ということで今日はまっちゃん VS 継ぎ出しのキャベツの話をしてみました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。